ウラレポ音声レポートウララジです。ウラレツは先週土曜日にアウェーでの鹿島アントラーズ戦に0対0のスコアレスドローに終わりました。そして、今週7月19日大原でのトレーニングが、ホーム川崎戦に向けて、公開となりました。この模様について河合孝子さんと話していきたいと思います。高根こんにちは。勝ちたかった、いい試合だった。でもいい試合で終わらせたくないのが浦和ですよ。やっぱり結果求めていかないとね。いや勝てたよね。いやでも負けたかもしれない。いやってもういろんなことがうじゃもう頭の中がぐるぐるになりましたけれども、はい、でもねやっぱりいい試合だった、いい内容だった。でも勝たないと意味がないの。本当に勝ちましょうよ今度こそ。そんな風に感じてますが、はい、まあ暑い中選手はオフ明けの練習でしたけれども、はい、2つのグループに分かれましてね、はい、あの鹿島戦のスタメン組と、うん、そうじゃないグループ、うん、そしてキーパーグループはあのもう本当一からのフィジカルトレーニングでしたね、はい、うん、サーキットトレーニングというか ね相当厳しい きつそうなね。そうでしたちょっと素人には絶対できないようなトレーニングメニューでしたけど、でもね鹿島戦で手応え感じた新江川選手が ねいやーなんか嬉しそうな表情しながらね、うん、やっぱりね経験しちゃうとねもう一回出たい、うん、ねまあ、西川選手には失礼な話ですけど、入子選手でも全然大丈夫じゃないかっていうぐらいのね落ち着いた出来というか、ね、とても J1 初スタメン、うん、先発とは思えない。まあね、J2、J3 での経験はすごいありますけどね、にしても落ち着いてましたよね。やっぱりね、カテゴリーの代表経験してきた選手ですし、まあ、やっぱそれだけ能力あるし、まあ、誰が出ても浦和のキーパーは質が高いなって思わせてくれるところありましたね。ねえ、まあね、キーパーグループを卒業したザイオン選手もね、うん、セリアデビューして見事なね、まあ、ちょっとね失点に絡んだりもしましたけど、まあ、得点にも絡んだりでね。でもこれもちょっとポジション争い分かんないですね。浦和ね、次まあどうなんですかね。どうする西川選手も全然譲る気の前に当然ね川崎戦出るつもりのコメントでしたけど、ね、でも三重川選手もなんか渡したくないっていうような思いがなんか交錯している中、うん、でもそのフィジカルトレーニングできつい中でいい汗かいてるなと思いながら見てましたね、はい、ねキーパーグループの練習はちょっとあの鹿島戦の接触でね、あの負傷交代した大久保智明選手ですけど、まあ、今日はちょっとあのね、あのトレーニングは別メニューでしたけど、左足首の捻挫、右足首の捻挫ということで、まあ大事には至らずという、なんかまあ表情も暗くは全然なかった。そう、鹿島戦の後バス乗る前に、はい、うん、大丈夫って言って声かけたら、大丈夫です、うん、って次行けそうって言ったら行けますよって言いながら、うん、はい、カード出してほしかったんですけどって言って ねまあ、あの試合後のミックスゾーンコラムで書かせていただきましたけれどもね、はい、非常にちょっとあれはないよっていうような、うん、ちょっと前回負傷したのと同じようなやられ方だったっていうのも本人としては ねまたこれの形かよっていうのがあったんでしょうね、うん、ありましたね、うん、でも他の記者さんがね、いやそれだけね怖い存在なんだよって、うん、聞いてましたよね、うん、言われてちょっとこうニコって笑って、うん、でもね、うん、あの思いっきりの良さとかすごい良かったですね、うん、安井選手のあの力強い重戦車ドリブルとか ねいやただもうちょっと前線との距離がコンパクトで、うん、いい守備からいい攻撃に移れてたらなって、うん、まあ、一つね持ち運ぶっていうのは一個の手ですけれども、はい、でももうちょっとコンビネーションから崩してチャンスで決めたかったかなっていう、うん、ねえ、まあチャンスもありましたし ね、うん、まあ、ピンチもありましたし ね、まあ、引き締まったゲームでしたけれども、ね、この経験を次の川崎戦にぜひとも生かしていただきたいなっていうところで、うん、はい、まあ、今日はスタメン組は、はい、まあ、クールダウン的要素の、うん、まあ、室内でトレーニングやって、はい、ちょっとピッチで軽くライミングして、うん、軽く基本のステップアップしながらボールを蹴って、はい、うん、またジムに戻っていったっていう軽めの練習、はい、うん、でそうじゃないグループは、うん、
なんか鹿島戦の日かなりハードなゲーム形式の練習を、ね、したっていう ね、うん、だから阿部選手はそのクールダウン的に、はい、うん、一緒に ね、 やってましたね、別メニューでスタメン組と一緒にやってましたけれども、うんうん、そうじゃない選手たちの動きがまたいい、うん、新田選手なんかこの暑いのに居残ってずっとこう、うん、コンビネーションの動きからあの、うん、パス&ゴーみたいなのやってましたし、うん、まあいいですよ、ね、佐藤選手もね、あの監督とちょっと話をしてたんで、うん、終わった後ちょっと聞いたら俺自分から話しかけたって言ってました。江川監督にこういうこういう風にしたらどうなんだっていうのを逆提案して、ちょっとこうね、自分もアピールも含めてこういう風にした方がいいんじゃないかっていう、だからやっぱりねポジション争いとしては、うん、俺を使えってのもやっぱ気持ち出てましたよ。いや、これが練習の文化なんですよ、うん、そういうところがだいぶ根付いてきてるなっていう、ね、うん、単なる仲良しグループじゃないよっていうところで、うん、ね、小泉選手だって、うん、安井選手のようなそのフィジカルの、ね、力強いドリブルとか、うん、僕はできない、うん、でああいう風になれって言われても今更っていうようなことをおっしゃってます、うん、はいはい、でも武器があるじゃん、うん、吉尾にはっていうようなね、うん、なんかそういうのを感じることもできましたし、はい、あの練習の最後に行われてたあのミニゴールでの7対7プラス、はい、チアゴ・サンタナのフリーマンのゲーム形式、はい、ラストゴールは本間選手が横にドリブルしてディフェンスを引きつけながらスペースにパスを出したところを前田選手が走り込んで決めたんですよ。前田上がってきてます、ね、前回は別メニューでしたけど今日はもうねフルで参加して戻ってきましたね。いけるよ、いけるよ、ね、川崎戦来るでしょ、ね、あの今日ね、あの OB の永井雄一郎さんが S 級の講習でね練習に参加してて、終わった後前田選手がドリブルのなんかコツみたいに聞いてましたね。そうやっぱドリブラー同士でね、こうちょっと面白いですよ。ちょっと足首の柔らかさはねちょっとまたね永井さん独特な ね、 ですけどね、あれがありますけど、なんかちょっと技を聞いてた感じですね。でなんか試してましたね前田選手は、こういう感じでやればいいんじゃない。いいですね、いいですねなんかね、中島選手も結構、うん、面白いキャラクターで、こういろんなねピッチでの直感的なイマジネーションで、うん、周りの選手を動かしたりとかしてますし、はい、うん、パン屋選手だっていいですよ、うん、狙ってますよ。興梠選手はね、うん、もうそういうね試合に出れない選手たちをうまくコントロールしながら支えてますしね、うんうん、でもとにかく今の浦和はだいぶ内容が良くなってきた、うん、練習の文化もしっかりと選手に浸透してきている中で結果ですよね。もうなんかこう先を見るより一戦一戦本当もうね目の前を勝つっていうで、最終的にそれがどうなるかっていう感じなのかなっていう ね、 そうですね、うん、今のこの順位とか、ね、状況的にもね、状況的には、うん、まあ、こっから全勝してくれたらなっていう、あの興梠選手のね、うん、思いとかもねこう、うん、分かりますけれども ね、 ね、いやでもとにかく川崎戦、うん、誰がピッチに立とうとも、うん、浦和は浦和であるべき姿を、うん、しっかりと夏休みの最後のゲームですよ、子供たちの前で見せて、うん、勝利で飾っていきたいと。だって天皇杯ないんだよ今週水曜日。何ですかその大会はもう ね、 ねえ、もうリーグしかないですからねレッツは。だから集中して、うん、しっかり万全の準備を整えて、うんうん、川崎戦で白星を飾ってくれると思います、はい、質問などございましたらウラレポ記事内の投稿フォームかコメント欄にて受け付けております。この音声レポートではウラレツの日々のレポートをお送りしていますので、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。本日も高根ありがとうございました。もうめちゃくちゃ蒸し暑いですけれどもね、うん、暑さも武器にして武器にして頑張っていきましょう。頑張りましょう。